はい、1237回始めます。暑いです。暑いですね。夜中になってもなんとね暑いとか言ってるんですけど、今日33度ぐらいあったのかな、宮城県南部、うん、この辺りおそらくね、うん、あったんで、まあ昼間暑かったんですけど、それで外でねちょっと草むしりとかして汗だくになってね、暑いなんて言ってたんですけど、夜冷えてね、ここ来たらまああと湿気もすごいんでね、寒いのと湿気あるのと、梅雨寒っていうのかな、なって夜今ストーブ炊きましたよ。はい、ちょっと乾燥させたいっていうのがね、暑くっていうよりも、あと肌寒くもあってね、ストーブ炊きました。ちょっと難しいよねこの季節本当に。日中30何度あったのに夜ストーブ炊いてるというね、この廃屋。はい、でもう難しい。あとねこの季節思うのがね、私ねこうこれ水筒、うん、ケトルにこれにね、飲み物入れてるんです。これね、だいたい冬はあったかいもの入れてるんですけど、夏はね私氷入れて冷たくするんですよ。これをね、暑いのからねホットからアイスにするタイミングね、これいつも迷う。ちなみに今日はあったかいんですよ。あったかいホットのコーヒー入ってるんですけど、入れてるんですけど、これねもうちょっとしたらアイスにしようかなと。このタイミングがね難しいんですよ。私常温、今常温で飲む人多いみたいね、うちの子供なんかそう、奥さんとか。私飲めないんだな常温の飲み物って。うん、飲めないっていうか、うん、飲みたくないっていうかね、美味しくないっていうか、うん、もう冷たいなら冷たい、あったかいならあったかいっていうね、古いタイプの人間なのかな。Z 世代とか今の人はね常温がね好きみたいですね。はい、まあどうでもいいや。1237回、ね、まあどうでもいい話もう一つ言うとね、皆さん80年代90年代に活躍したねレベッカっていうグループ知ってますか。はい、ノッコ、うん、知ってますか。まあ私急遽というか最近またね良さに気づいてね聞きまくってるんですけどね、いやーレベッカはすごいね。うん、もう今日一日中聞いてたもうノッコ、まあ冷静に考えてね、まあ、歌うまいとか下手うまい人はもっといますけど、まあ女性ボーカリストの中では私はぶっちぎりでナンバーワンだと思うノッコは。うん、でレベッカの歌ね、まあ、フレンズからバージニティとかね有名、私好きなの、モータードライブとか好きなんですけど、ノリのいい曲ね。まあどの曲も素晴らしいですよ、素晴らしいんだけども、これ他の人歌ったんじゃダメなんですね、ノッコじゃないと。もう誰が歌ってもダメ、うん、ノッコが歌うと素晴らしくなるっていうね。このどうでしょう皆さん、女性ボーカリストの中でナンバーワン誰だと思います。私はねぶっちぎりノッコだと思うんだな、うん、過去日本の、うん、ボーカリスト現在含め、どうでしょう、異論反論受け付けませんいやいや広瀬涼子さんね、1237回、何回だったかな、扱いましたね、1216回、広瀬涼子さん扱いましたよ。うん、これがね不倫ね、ダブル不倫、広瀬涼子さん42歳と、45歳のオーナーシェフね、シェフの鳥羽さん、うん、っていう方が不倫してたんですけども、それがね文春法を食らって、うん、これ続報が続々とね、うん、はい、出てきましたよっていうことでね、また私ね今回の広末さんね、まあ、広末涼子さん、まあ、昔から嫌いじゃない、うん、でなんか奔放なところ、なんか私もあんまり芸能ネタ詳しくないんですけど、奔放だったよね確かね昔からね私好きなんですよねこういうのも。で今回のこの続報も大好き、うん、何が大好きか、文春オンラインでね、まあもう、うん、不倫関係を決定づけるような続報が打たれたと。まあ、この前にもう2人ね、ツイッターとかで謝罪してるみたいですね。広末さんはね、私の赤漏れだった女優業を怪我してしまった事実と、鳥羽様のご家族を傷つけてしまった罪を心に刻み、これから人生を考えていきたいと思いますと、うん、謝罪をツイッター、マネージャーのなんかツイッターに載せたみたいですね。うん、あと鳥羽さんは鳥羽さんの方で、失った信用を少しずつでも取り戻せるよう努力を重ねてまいりますと、鳥羽さんもツイッターでね、
謝罪してると、事実を認めて、で多分この続報あるの分かってたからね、この2人謝罪したんでしょうね、認めてね。続報何かって言ったら、これね、2人は手紙とか交換日記、いいね、いや素晴らしいですよ、なんか昭和だね。手紙や交換日記を通じて愛を育んできたと、いや素晴らしいじゃないですか、みんな責めてるんですか。私は全然責める気にならないね、今回のこの広末さんの件で、ね、不倫ってなってるけども、でなんかポストカード、広末が書いたとされる鳥羽氏に対するポストカードの写真も公開されたと。そこには、いやこれね、ちょっと臭いっていうかね、広末さんの言葉ね、手紙に書かれてた、あなたを心から深く欲していること、とても愛していることを幸せに思いますと。いやー広末さんいいですよ、これね本当にね、いいです、いいです、私はね全然いいと思い、ありだと思いますよ。あと終作、あなたのことが大好きですと。いやこれ北の国からのレイちゃんみたいだね。私北の国から大好きだったんですけどね、純くんのことが大好きですみたいなね言ってたね、レイちゃん横山めぐみですよ。もうあれぐらいもう昭和後期みたいなね、この純朴な感じ、いいですね、はい、私もこういうポストカードもらいたいな、絶対ないな私の人生に、もうないよ 100%。 いやこれね私いいと思うよ、私は広末涼子に対する今回の一件で好感度爆上がりなんだけどね、私の中では、もう不謹慎だとか言わないでくださいよ私に、私はいいと思うな、このストレートな感じね、あいいですよね、ありだと思いますよ私は、でこれに対して、これに対してってね、この文春とかでこのラブレターっていうかな、恋文っていうのかな、これがこうやって公にされたと、文春によって、それに対してミュージシャンのヒャダインこと、読めない、前山田健一さんっていうのかな、42歳、広末涼子と一緒の年ですね、この人はヒャダインこと42歳の方はツイッターで、具体的な事例には触れなかったものの、不貞であろうと手書きの手紙、恋文を全世界に晒し上げられるのはきついなと私は思っていますと。まあね、この文春がね、ラブレターを公開してしまったことに対してちょっと疑問みたいなね。あと作家の乙武さんね、47歳15日、具体的には何についてはっていうのは書かなかったけども、さすがにラブレター公開はやりすぎと、つぶやいていたと。まあね、文春法強烈だねこれでも広末さん、いやまあ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 、タレントとかね、有名女優だからあれだけど、ポストカードはやっぱりこうね、まずいよね、手書きのものがこうやって残るものはね、かといって LINE とかでもね、ベッキーでしたっけ、晒されてるんでね、 LINE だから安心っていうわけでもないしね、メールだから、まあ、2人でいるときにね、言えばいいじゃないですか、これ言葉にしてね、ベッド上で、ピロートークで、あなたのことが大好きですと、ギュッとすればいいんですよ、まあでも、まあどうだろう、タレントだ、だからこういうの公開され、私はいいと思うな、公開されても、まあしょうがないよね、文春とか手に入れちゃったらね、出さないわけにいかないもんね、これね、あとスポーツ報知からね、また別の、話、スポーツ報知、広末涼子騒動をバッサリと、二十歳の美人ギャルモデル、に土正論、正論だと、いう声が上がっていると、二十歳のね、17日放送の関西テレビ系ライブコネクト、これで不倫ね、広末涼子と鳥羽さんの不倫について、ミリちゃむこと大木ミリアさん二十歳が言及したと。何を言及したか、結局ね、不倫ね、二人のこれ認めるんだったら一回否定するのやめろよと思うと、最初から認めろよと、
思っちゃうと、うん、まあまあまあこのツッコミねみんなしてると思いますよ、うん、最初否定しましたからね一回ね、あのそんですぐ認めたと、うん、いうことで、結局認めるんだったら一回否定するのやめろよって言いたくなると、うん、最初から認めるよと、まあそれもそうなんだけども、うん、あとこれに対して東国原さんの言うことね、一回で認めるべきっていうのは土星論なんだが、ただなかなかね人間は一回では認められないんだよと、うん、文春さんたちが来ていきなりドンとねホテル行きましたよねって言われて、はい行きましたっていう人間は 1% ですと東国原さん、東国原さんのねこの人の言ってることが私は正しいと思う。まあいきなりね不意にねあの不倫してたとして、あの鳥羽さんと不倫してますよね、ホテル入りましたよねって言われて、はい入りました申し訳ありませんって即答できる人間はそうそういないですよ、特にタレントとなるとね、うん、特に女性ともなると、はい、だからまあ東国原さんのフォローね、うん、これが的確だと思う。でね、どうせ認めるんならこの二十歳の人ね、ミリチャムさん、うん、この人が言うのも分かるよ、うん、後から認めるぐらいだったら最初から認めるよっていうのも分かるんだけどね、まあみんな突っ込みますよこれは、突っ込むんだけども、まあ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 ね、うん、そこは、うん、そうですよ、まずね、あの お約束というか何ていうか、これね私ね、うん、あの広末さんの不倫ね、これ叩かれてるのかな、叩かれてるのか、まあ騒動になってるっていうのかな、うん、あるけど私はね、やっぱり広末さんみたいな人、恋大きい女と言っていいのか悪いのか、あとあんまりこう結婚とかね、結婚制度、結婚してる、あと3児の母とかね、子供いる母親が、不倫しちゃいけないとかね、石田純一でしたっけ、不倫は文化だみたいなこと言った人ね、いますけど、私はね、結構ね、そっち側派なんですよね、なんていうか、ありっていうかね、不定だとかね、けしからんっていう人いると思いますけど、まあまあまあ、私はね、モテないんでね、そういうことはないんですけども、なんていうの、こういうモテる人とかね、人気ある人、少子高齢化の対策の一環じゃないけど、今、岸田政権がほら、異次元の少子化対策とか言ってるじゃないですか、少子高齢化止まらないと、合計特殊出生率、おそらく日本今 1.26 ぐらいでしょ。うん、これ全世界的に先進国になるとこうなるから、うん、ヨーロッパだってそうだし、でフランスとか高いって言ったってあれ移民でしょ、ほとんど子供をたくさん産んでるのは移民、北欧にしたってドイツにしたって、うん、だから本当に純粋なドイツ人とか純粋なね昔からいるフランス人とかやっぱり出生率低いと思いますよ、日本もそうですし、あと東アジア、台湾、韓国なんかもう国が滅びるんじゃないかっていうぐらいのレベルですよ本当に。なんだけどこのね、本当異次元の少子化対策、私はね、岸田政権期待するのは、本当異次元っていうんであれば、結婚制度廃止とかね、うん、もしくは不倫解禁とかね、これぐらいやってほしいと思う。一夫多妻制 OK、一夫多妻制、一妻多夫制 OK みたいな、これぐらいやってほしいな、私は、どうせやるんだったら、うん、じゃないと異次元って言わないよね。もう産める人にはね、10人ぐらい産んでもらう、なんなら15人ぐらい産んでもらう、ね、親が違ったっていいですよ、父親が違ったって、うん、それぐらいやって、やっと帳尻合うんじゃないですか、合計特殊出生率 2.1 とかね、なると思いますよ、それぐらいやると。で、その、なんか結婚するときは両性の合意っていうんだけど、それはいいとして、離婚するときは片方の意思だけで離婚できるようにするとかね。うん、いいと思いますよ、私案としては、うん、あとまあ一夫多妻制 OK でしょ、一妻多夫制 OK でしょ、これも解禁して、あと目掛け制度とかね、うん、仕組み作る、うん、あと女性の場合の目掛け、なんていうのかな、女性版目掛け制度みたいなの作ってみたりね、そうするとそれ天皇家にもなんていうのかな、ね、適用してもいいと思うしね、するとね、何後継者不足とか解消すると思うし、うん、天皇の話はちょっと脇に置いときますか、ちょっとややこしくなるからそれぐらいやっていいと思う、私は、うん、世界に先駆けて、
あの本当に少子高齢化あの対策打つ少子化対策打つんであれば抜本的な、うん、あれだと思う。こういう広末さんみたいな、いいじゃないですか、このあなたのことが大好きですなんて、もういやいい人だと思うよ広末さん。自分の感情に素直で本当に本当素晴らしい人だと思うけどな。で字もなんかうまいんでしょ、確か字がうまい関係ないから、うん、いや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 、これも純朴そのものだもんね、うん、まああと子供の立場になればとかね、あの言う人いると思う、おそらく。だからそれが当たり前になればね、うん、別に一夫多妻制とか当たり前になれば、一切託せとか当たり前になれば、子供だって別に、あ、そうなのって形になる。お母さんたくさん恋するんだねっていう話で終わりになると思うし、うん、あのいや私結婚したくないって言うんであればそれでいいしね、一生独身、子供産まない、それもあるし、うん、そういう人生もあるし、いやたくさんね、あのいろんな人の男の人と付き合いたいとかね、結婚したいとかね、子供たくさん、いろんな人の子供産みたいとかいうのもありだと思うけどな、ね、男だっていろんな女性に子供産んでもらいたいとかあると思うね。俺いかんせんね、モテる人はモテるからね、もったいないよね、イケメンさんが一人の人に、あと美女さんがね一人の人で我慢しなきゃならない、もったいないと思うけどな。これやばいこと言ってるかな、あの怒んないでください本当に、あのメンタル弱いんで。ということで広末さんの騒動ね、まあなんかあのダブル不倫結構やっぱりね、まあ大物っていうかね、あのトップアイドルだから元、うんね、あのまあ今までも何回かこういうね浮ついた話っていうのはあったと思いますよ、私も詳しく分かんないけどあったと思うけど、ここに来てダブル不倫みたいなこと、ここまでね大きな話になるとは私も思わなかったんでね、ちょっと2回目ね、1216回に続いて1237回広末さんの話しました。ありがとうございます。あの再生リストの利用とね、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。